今回は2021年春アニメ迷ったらとりあえずこれ見とけおすすめ10選ということでやっていきたいと思います。はい。まあ今回は、ま春、あ、アニメの中から、まあ、個人的にこれいいんじゃないかなと思ったのを10作品選んだので、まあ、それを、えー、紹介していくっていう動画になるんですけれども、あのー、これは10作品はですね、まあ、大体3話、まあ多いのだと4話あたりまで、まあ、見た中で選びました。はい、というところでね。あと、えー、なるべく続編は入れてません。 続編はね面白い方は見てくださいというところでございますはいではまず一作品目こちら不滅のあなたへはい、えー、これはねもう1話が良すぎたんですよねで大丈夫かなと思って2話見たら2話もいいというところでねもう安心してこれはお勧すすめできるなと感じましたはいというところでね不滅のあなたへねなんか主人公がね丸っこい玉なんですよねでその玉がね最初意識とか持ってなかったんですけれどもまあ、特性としましてその玉は何かしらに刺激を受けるとそのもの に変化するっていうまあ、特性を持ってるんですよねまあ、それをまあ使っていきましてまあ、最初ね、玉だったんですけれども石になって、石になったから、えー、狼になって、狼になってから人になって、まあ、ここから本格的に物語が始まっていくっていう感じでね、うん、最初はね、意識も何もなかったんですけれども狼になった時に意識を獲得してまあ、そこからどんどんね、いろんな感情だったり感覚だったり、いろんなものを手に入れていくまあ、こういうね、何を持っていないこう謎のね、なんか玉だった主人公がどのような冒険をしていくのかっていうね まあ、そういうところがすごくね、あの、こいつはどういう、あの、人生を送っていくのかっていうところ、すごく続きが気になるんですよね。まあ、庭あたりでですね、まあ、そ人と出会うんですよね、うん。人と出会ったことによってえ、どういう感情を手に入れていくかっていうね、この面白さがあると、うん、というところでね、えー、不滅のあたも、これは非常に面白かったですね。映像もすごくいいです。2、えー、作品目はこちら、えー、ビビー、フローライトアイズソングでございます。えー、これね、1話、2話を、 一挙に放送したんですよね。すごく英断だったんですけれども、ウィットスタジオかける、あの、長月先生ということで、長月先生、まあ、リゼロの、まあ、作者の方がね、あの、脚本書いてるっていうところなんですけれども、かなりそこでね、リゼロ色も結構あります。タイムリープっていうかね、あの、未来で AI の反乱っていうのが起こっちゃって、人類っていうのがなんかボボ、ボコボコにされちゃうんですよね、その AI に。で、 その未来で起こる AI のね、反乱を止めるために、まあ、とある博士がね、まあ、過去に、その、AI をね、送り込むっていうところから始まってくるんですよね。その送り込まれた AI が松本っていうんですけれども、まあ、そいつが、なんかビビっていうね、その、歌で人々を幸せにする AI がいるんですよね。まあ、そのビビーと出会って、まあ、この二人で、この未来のね、AI の反乱を止めるために、歴史を、 まあ、変えてゆくみたいな物語なんですよね。というね、その未来100年にわたっての長いね、ビビーの旅が始まるっていう、めちゃくちゃ壮大な物語なんですよね。うん。で、まあね、あの、設定的には、例えば、その、ターミネーターとかね、 そのアイロボットとか、ゲームだとデトロイトとかそこら辺のね、いい感じのね、SF 作品を割とミックスさせたような内容になっていて、まあ、そんな中でも広角機動隊みたいなね、その近未来の SF バトルっていうのもね、あの盛り込んでいたりするので、アクションシーンでも見応えがたくさんあるんですよね。作画面に関してもビットスタジオですので、あの、問題ないです。問題ないっていうか、もう最高クラスのね、もう素晴らしいあの映像美を見せてくれたりするので、あの、全面的に、 ま、どこ撮っても、どこつまんでも面白いなっていう作品になっているんですよね。まあ、そんな感じでね、ビビかなりおすすめですね。まあ、長月先生って言ったらね、オリジナルアニメで前ね、あのー、なんだっけ、あのシグルドリーバーっていう作品で最後に大ゴケしたりしたので、まあ、それを考えると、確かにオリジナルアニメとして最後まで見ないと評価つけづらいっていうところはあるんですけれども、まあ、今のところかなり設定としては手堅いところ言っているのと、SF 作品としてはだいぶわかりやすく作っているので、そう大ゴケすることもなく、最終的にかなりいい いいところで終わるんじゃないかなって思っていますのでこれは結構おすすめじゃないかなと思っておりますというところで2作目はそんな感じでした、えー、続きまして3作品目はこちらですシャドーハウス、えー、シャドーハウスはですね、えー、これだいぶ面白いですね4話あたりまで放送されたかなっていうところなんですけれどもどんどん面白くなっていますというところで、ね、だいぶおすすめしたい作品ですねなんかシャドーハウスまあ、シャドウ家っていうね一族がいるんですねそ,そのシャドウ家って一族はですねその顔がない一族なんですね顔がないっていうかなんか全 全身すすで、まみれていててい真っっ黒になっているんですよねでなんかそのススっていうのは、取っても取っても取れないっていうのは、なんか不思議な現象が起こっているっていうね。まあ、そんなシャドウ家が主役になってくるんですけれども、まあ、シャドウ家顔がないのでね、そ判別ができないと。それが不便ですので、その生き人形っていうものを使って、その個々を主張しているんですよね。で、生き人形っていうのは、そのシャドウ家の方々の、まあ、従者となってね、それぞれシャドウ家の人一人に対して、それ生き人形っていうのが成人するとね、一人つくんですよね。で、その生き人形はですね、 そのついた、えー、このシャドウ家の方々を模して作られているというかね、顔だったり、その体つきだったりが、ほぼ同じ感じで作られているんですよね。まあ、作られた存在なんですよね、人形というところで。まあ、ここら辺もね、まだよくわかっていないところなんですけれども、そんな、まあ、シャドウ、シャドウ家、シャドウっていうね、謎、謎の人、人たちと、この生き人形っていうね、なんか、人間のような人形、はたまた人、 なのかよくわかんないんですけれども。そういう、シャドウと人形が織りなす、不思議なね、なんか物語という作品なんですよね。うん。あの、謎だらけなんですよね。そういう謎に惹かれていく作品で、 例えば、先ほど紹介した不滅のあなたへって、その主人公の丸く玉だったやつが人間になって、どのような感情を獲得して、どういう人生を歩んでいくかっていう、まあ、そういう謎に対しての、先、不明瞭な人生に対しての、まあ、その期待だったりとか、えー、物語に対しての、そのワクワクだったりがあったりするんですけれども、これ、シャドウハウスっていう、このぜ世界全体が謎に満ちているので、この物語、この世界って一体どう,いうなっているのっていうところに対しての好奇心っていうのが尽きないんですよね。 そういうところでね、どん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 ね、この館の全貌っていうのが見えてきたりしているわけですね。なんか最新話あたりまで見て、なんかより一層よくわかんなくなってきたんですよね。シャドウハウスって全体が見えてきたかと思うんですけれども、そうしたらより一層ね、変な化け物みたいなね、 あの、なんか、影の形をした、なんか化け物みたいなやつが出てきて、それと戦うみたいな描写があったりとか、他のね、あの、シャドウ系の方々も出てくるんですよね。そうしたら、シャドウ系内で、階級みたいなのがあって、その階級に応じて住む階層が変わってくるみたいな、いろんな設定が出てきて、なんだこれみたいなね、感じで結構困惑してるところがあったりするんですけれども、そこに惹かれるっていうね、はい。シャドウハウスね、これは最後で見たいなと思っております。というところでそんな感じでございました。続きまして4作品目はこちら。 スーパーカブ。スーパーカブは日常計画ってい扱いなんですかね、一応。まあ、だと思うんですけれども、だいぶ主人公が重い背景背負っているので、まあ、そこら辺で、あのまあ、普通とはちょっと違うっていうところなんですけれども、あの、主人公の小熊ちゃんはですね、女子高生なんですけれども、親がいない、友達いない、趣味がない、 っていうね。あれ、どういうことなのっていう3拍子揃っちゃってるんですよね。だいぶ重いですね。この時点で。で、まあ、そんなね、何もない人生を送っていて、毎日が結構、んなんか虚無感が多かったんですよね。毎日朝起きて、あの、毎朝のルーティーンして学校行って帰って寝るみたいなね。まあ、そういう何もない日々を送っていたんですよねで。そんなある日に、とある1台のバイク、スーパーカブと出会って、人生が彩り豊かに変わっていくみたいな物語なんですよね。うん。結構ね、 あの、こゃまに共感するところが多い作品で、初めてバイクに乗って、あこういうことみたいなね。例えば、その道走って、いきなりね、脇から車がね、ブワンと追い抜いてきたら怖いよね、みたいな。そのガツケツあっちゃったら怖いよね、みたいな。それからスーパーカブって新しい相棒を手に入れてね。まあ自分のそ相棒ですからね、最初はノーマルなんですけれども、そこから徐々にカスタマイズしていくんですよね。例えば、カゴつけてーなーってなって、まあカゴつけたりするんですよね。まあカゴつけて、いや格好 こいいみたいなね。これでいろいろ荷物入れれるようになったぞみたいな。それ学校の授業でね、そのヘルメットを入れる袋を作ったりね。あ、これでヘルメット入れれるみたいな、ね。<laughs> そういろいろね、どん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 ね、その、何て言うのかデバイスとかね、そういうガジェットが増えていくことによって、結構ね、満足感がね、見ていて感じられたりとか。 その小熊ちゃんのね、その周りの人間関係っても徐々に変わっていくわけですね。まあ最初はそんな、まだまだなんですけれども、とあるね、株仲間に出会って、まあその株仲間と親交を深めていったりとか、逆に、えー、なんか面倒くさく思ったりとか、いろいろしていく中で、まあ徐々に徐々にね、その株の魅力に、あの、染まっていったりね、行く自分がいたりとかいうね、えー、結構ですね、うん、面白いですね。日常系作品で、やっぱりいいところとして、 その多、多くは語らないっていうところなんですよね。多くは語らずに絵で見せるっていうね。絵で見せて、絵でこうやって動いてるから別に口で言わなくてもわかるよねっていうのがね、あの、見ていて感じてくるんですよね。っていうね、結構細部にまでこだわってるっていうところね、あの、見ていて面白いですね。まあ、スーパーカーブ、そんな感じ、かなりいい作品ですね。 え続きまして5作品目はこちら。ゴジラシンギュラーポイントでございます、えー。このゴジラはおすすめとして紹介しようがちょっと迷ったんですけれどもん、ちょっとね、結構ね、好みだいぶ分かれそうかなとも思うんですけれどもね、そのゴジラ別に知らない人からしてもだいぶ面白いと思える作品なゴジラだと思ったので、ちょっと紹介させていただきます。ゴジラシンギュラーポイントは、いわゆるゴジラ系列の作品ではあるんですけれども、結構、 現代風にアレンジして、新しい境地に至ったゴジラであるんですよね、うん。ですので、いわゆるなゴジラな感じの要素は結構薄め、今のところは。うん。どちらかというと、不思議生物を、えー、その探し出していく、なんか怪奇探偵団みたいなね、そんな感じの作品になっているんですよね。うん。 一応、この作品、主人公二人いるんですけれども、有川ンっていうね、まあ何でも屋がいて、まあそいつが、まあとあるところに調査に行くんですよね。で、その一方ですね、神のメイっていう、の大学、大学院生かなで、その空想生物を研究している女の子がいるんですよね。まあその二人が、全く別の場所にとある目的で行くんですよね。で、そこに、えー、行きましたら、不思議な歌を、 耳にするんですよね。まあ、そのね、謎の歌が全く見知らぬ二人を繋げるんですよね。まあ、そんなところから、世界中でなんか不思議な現象が起こり始めてくるんですよね。まあ、そうしたら、世界中で、なんか変なね、謎の恐竜みたいな怪物が出現し始めるんですよね。そしてラドンっていうね、なんか、 プテラノドドみたいな、そういうやつがね、出てくるんですよね。世界中にいっぱい出てきて、世界中が混乱の渦に巻き込まれるんですよね。なんだこの生物はってね。なんか、現代の科学では証明できない謎の生物が登場してきたぞというね。そっから、変な謎の物質が出てきて、これもまた、現代のね、もう地上には存在しないような謎の物質だったりしてね。なんか、いろいろ変なことが地上で起こり続けてくるんですよね。それがどんどん連続していって、最後、なんか大きなことに繋がっていくんじゃないかっていうね、ところを今やってるところなんですよね。っていう。 あの、ゴジラとは書いてあるんですけれども、でその、ゴジラが主役って、 っていうところでもないんですよね。うん。だから終盤はゴジラが出てきて、それが主役になってくるかもしれないんですけども、現状は、ゴジラが主役じゃなくて、まあ、現代社会に謎の生き物がね、大量に現れて、その謎を追いかけていく人々っていうのを描いていますので、え結構ですね、その、なんゴジラに至るまでの繋ぎが面白いっていうね、うん。現時点でこれだけ面白いっていうことは、後半どんなこ、どんな作品になってくるのか、ね、見当もつかないっていうところで、今ね、これだいぶいい、根拠なもの、だいぶいい作品じゃないかなと思っていますね。っていうね、結構まあ、ゴジラって いうねまあ、日本人なら誰でも知ってるようなね、ブランドを背負っているというところで、ちょっとね、知らない人からするとゴジラって聞いただけで、あ、ちょっといいですっていう感じで、ちょっと、 あの、遠ざけちゃうところがあるかもしれないんですけれども、それはちょっと、取っ払ってみてください。一回ちょっと触れてみてください。このゴジラ SP っていう作品に、ね。そうすると、と新しいゴジラとして、あの、受け入れられると思うので、あちょっとこれはね、だいぶ、なんだろう、裾野を広げて、まあ、いろんな方に楽しめてもらうようにね、あの、今の方へ向けたゴジラっていうのをね、感じましたね。いやこれはなかなか面白い作品だなと、だいぶいいですね。というところでございます。え続きまして、6作品目はこちらです。 東京リベンジャーズ。東京リベンジャーズはですね、まあそのヤンキー漫画かけるそのタイムリープものっていうことで、まあ主人公がね、もう過去に戻って、そのヤンキー時代をやり直してね、その未来を変えていくっていう物語なんですよね。はい。 あの、いわゆるな、ヤンキーはヤンキーで、タイムリーバータイムリープで、その、独自のルートを歩んでいたんですけれども、それを二つ掛け合わせちゃったっていうね、結構面白い作品でございまして。で、一回過去に戻って、そのまま人生をやり直すっていうだけじゃないんですよね。過去に戻って、また現代に戻ってっていう、この、現代と過去を行き来しながら、その、歴史を微調整していって、その、主人公のね、元カノの子を、 あの、なんか未来の世界なくなっちゃうんですよね。とある、あの、ヤクザの構想に巻き込まれちゃって、その元からの子は殺されてしまって、その殺されてしまった子の、その未来、死んでしまう未来っていうのを変えるために、その過去に戻って、その歴史を変えていくっていうね、この主人公の壮絶な、えー、その物語なんですよね。っていう作品でございます。まあ、それにヤンキー漫画っていうのは掛け合さっていますので、 ヤンキー漫画独特のね、その、なんつうのかな、構想みたいなのが描かれたりとか、まあ、少年漫画ですので、まあ、主人公中学生なんですよね。中学生ヤンキーということでね。まあ、ですけれどもね、だいぶ大人びたキャラがたくさん登場していくこれ、中学生なのかなってよくわかんないキャラクターがいっぱい出てくるんですけれども、まあ、結構ね、血みどろな感じなんですよね。まだ序盤ですので、だいぶ、まあ、そこら辺は薄めですけれども、まあ、今後多分ね、どん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 、まあ、構想が、ね、激しくなっていって、多分、集団対集団の戦いが描かれていったり、まあ、それとも、個体ね、 たてが描かれていったり結構ね、バトル要素がだいぶ強そうな作品でございますね。あの、現時点で、ね、3話あたりかなまで見たんですけれども、もう面白いですねもう。ただただね、続きどうなっていくのか楽しみな作品でございます。えー、続きまして7作品目はこちら、えー、美少年探偵団でございます。えー、美少年探偵団はですね、 あの、西尾維新かけるシャフトっていうね、西尾維新先生と言ったら、いわゆる物語シリーズで有名な方なんですけれども、それ、その物語シリーズをアニメ化したシャフトっていうね、アニメーション制作会社。まあこの二人がコンビを組んでの新作ということでね、美少年探偵団。美少年探偵団なかなかね、強いワードが揃っているんですけれども、あの、一話見た時点だと、正直キャラクター紹介で終わっていたので、ちょっとまだよくわかんないかなっていうところだったんですけれども、三話でまで放送されまして、その三話まで見たところですね、 で、一区切りっていうところですので、まあ、3はまとめて1は1エピソードっていうところになって いいいいるのののでででちょっとととこここまま見てあ面白いなな作品感じたたたおすすめしたいなと思いまし思ね、まあ、アニメーション面に関しましては、もう言わずもがなですかね、シャフトですので、まあ、しかも物語シリーズ、だいぶよろしく、あの、作られている感じの作品になっているので、いわゆる、シャフトって呼ばれるものだったりとかが結構登場したりとか、その、シャフト独特のカメラアングルってあると思うんですけれども、結構多用されているんですよね。とかね、あの、やっぱり、 うん、その物語シリーズで、そのつなぎの部分として、そのなんか文字の演出だったらあ,あるじゃないですか。あんな感じのもやっぱり、だいぶ、 多く頻度でね、やってくるんですよね。っていうね。だい物語感も強いんですよね。うん。で、やっぱり二少威新先生と言ったら、掛け合いの面白さが、ま、ズバ抜けていると思うんですけれども、もちろん、掛け合いも面白いです。はい。キャラクターはね、あの、男中心ですね。美少年っていうところで。美少年中心なんですけれども、メインとなってくるのは、その女の子でね。まあ、その女の子が、とある依頼をね、その美少年探偵団に依頼するんですよね。昔、 なんか、星を見たと。で、その星探してほしいって依頼出していって、まあその星を見つけて、それにまつわる問題を解決していくっていうのが、まあ3話までで描かれているっていうところで、まあキャラクターはですね、だいぶ立ってますね。あの、なんつうのかな、それぞれになんか、二つなみたいなのがあるんですよね。はい、なんか、美脚のなんちゃらみたいなやつとか、 その、なんだろう、頭脳、明細ななんちゃらみたいな、ちょっと違ったと思うんですけれども、そんな感じで、まあ、それぞれの得意分野っていうのが分かれていて、まあ、それがだいぶ個性として、あのー、なんていうのか、だいぶ、その、前面に表現されているので、そこら辺もかなり好きなところですね。はい。 と、まあ、そんな感じの作品ですかね。まあ、全体的に画面がすごいきらびやかなんですよね。めちゃくちゃ明るくキラキラして描かれていて、なおかつね、その、尺と独特のね、あの、陰影っていうのがね、その、はっきり分かれたりするので、絵的な強さがめちゃくちゃある作品なんですよね。っていうところでですね。まあ、パッと見のビジュアルで面白そうだなと思ったら、とりあえず見て損はないかなっていうぐらいね、めちゃくちゃ面白い作品ですね。っていうところで、まあ、そんな感じでございました。美少年探偵団。え続きまして、八作品はこちら、えー。恋と呼ぶには気持ち悪い。えー 恋と呼ぶには気持ち悪いは、まあ、いわゆるラブコメ作品ですかね。まあ、年の差ラブコメっていうところなんですけれども、あの、とあるね、サラリーマンがですね、あの、駅で見知らぬ女子高生と出会うんですよね。まあ、そんなところからその女子高生に恋をしてしまうっていうサラリーマンを描いた、えー、物語になってくるんですけれども、その、あの、サラリーマンと出会った女子高生の子はですね、その、サラリーマンの 妹の親友の子だったんですよね。っていうところからですね、結構関係性が面白くなってき始めまして、こうサラリーマンのね、この人とね、この女子高生のヒロインの子がですね、あの、女子高生の方がですね、サラリーマンの方をだいぶ毛嫌いしているんですよね。なんかめちゃめちゃ、めちゃめちゃ迫ってくるんですよね、サラリーマンが。ですので、すごい気持ち悪いみたいな感じで引いてしまうんですよね。でも、めちゃくちゃイケメンで、 あの、ま、仕事ができて、身なりもすごく綺麗でとか、いいところばっかりなんですよね。まあ、唯一性格がちょっと難ありっていうところでね、まあ、そこに、あの、ちょっと引いてしまうヒロインの子が描かれていくと。まあ、そのね、引いたり押したり、引いたり押したりみたいなこの掛け合いがめちゃくちゃ面白くてね、まあ、そういう感じのラブコメント中心に描かれていくんですけれども、結構、あ4あたりまで行くとですね、だいぶ周りのキャラ、も面白くね、その、恋愛に参戦してくるっていうところで、 このヒロインの女子高生の子を好きな、好きになる同級生の男子高校生っていうのが出てくるんですよね。で、ここでまたこの二人が繋がってきて、その男子高校生とサラリーマンの子が出会って、これなんかバチバチがね、なんかあったりとかなかったりとかね。で、またね、この、ね、サラリーマンの妹もまたいい役割してるんですよね。この二人のね、ヒロインとこのサラリーマンの間に入って、結構クッションな役割果たしてね、まあ、二人を繋げてくれる役割になっているんですけれども、 ただ、クッションになるだけじゃなくて、まあ、その二人がまた妹ちゃんを思ったりするっていうね、描写が面白かったりとか、これはだいぶね、あの、ラブコメ作品としては、トップクラスに面白い作品かなと思っておりますね。まあ、今季に限らずですけれども、というところで、恋、えー、と呼ぶには気持ち悪いですね。続きまして、旧作目はこちら。SSS ダイナゼノンでございます。まあ、ダイナゼノンは、 新作なんですけれども、まあ、続編とも捉える人はいるかもしれないと思ったりして、ちょっとどうしようかなと思ったんですけれども、まあ、なぜかというと、あの、グリットマンっていう作品がありまして、そのグリットマンっていうのとこのダイナゼロンって、その原作が同じなんですよね。まあ、同じ原作から作られている作品っていうことで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、世界観を共有はしていないんですけれども、もしかしたらしているかもしれないっていうところで、まだね、謎がいっぱいある作品でありますので、まあ、なんとも言えませんが、まあ、だいぶね、 まあ、このダイナゼノを見ている方って、まあ、9割はグリッドマンを見ているっていう、あの方だと思いますので、まあ、そういう部分ではね、根底にだあのグリッドマンがあって、まあ、そのグリッドマンの知識を持ちながらダイナゼノを見ている方がたくさんいると思いますのでね、まあ、まあ、簡単新作ですか <laughs> というところで、まあ、今回はね、おすすめとして紹介するんですけれども、このね、 主人公はヨモギっていうね、あの、男の子でございましてね。その子がある日、怪獣使いのね、あの、なんかガウマっていう、ね、謎の男と出会うんですよね。まあそんなところから始まってくる物語なんですけれども、まあ現代、現代に、ね、怪獣が現れて、その怪獣と戦う、あの、ロボットに乗る人々を描いた物語ですね。はい。っていうね、まあ古き良きっていう感じの作品であるんですけれども、 謎要素が強くって、一体怪獣使いでは何なんだこの怪獣とはっていうね、このダイナゼナンっていうロボット何みたいな。その怪獣を刺激するなんか謎の組織みたいなやつ出てきたけど、こいつら何みたいな。いろいろ謎がいっぱいあるんですけれども、まあ、そこら辺はね、おいおいというところで、現、現状はですね、結構個々のなんか人間関係とか、そのバックボーンにまあ焦点当てていて、どんどん掘っているっていうところなんですよね。夢ちゃんっていうね、ヒロインの子がいるんですけれども、まあ、この子がですね、 まあ最初結構ぶっきらぼうな感じで、そのよもぎとね、なんか、会う,う約束をしていたんですよね、放課後に。で、とある場所で待ち合わせしていたんですけれども、まあそれをね、あの、ぶっちしちゃうんですよね。うん、い、いきなり行かないとか言ってね、まあただ呼んで持って遊んでいただけとか言ってね、ガフマがそれに対して切れちゃったりしてね、結構だいぶね、あの背景がね、ちょっとめんどくさい子になってくるんですよね。ちょっと親の関係でね、っていうところでね。まあこの子最初ね、印象はあんまり良くなかったんですけれども、ちょっと回を増すにつれてね、結構良くなっているというところで、 あの、ダイナゼロンっていうロボットがいて、それね、なんか4体、4体だからそんな感じで何、何体かが集まって、その、でっかいロボットに変わっていくんですよね。なんか、車みたいなのがいたりとか、なんか飛行機みたいなやつがいたりとかね。それが全部集まるとダイナゼロンっていうでっかいロボットに変わっていくんですけれども。まあ、そういうところですね。あの、何人かで一つを、えー、まあ、刺していくみたいなところでね。まあ、合体していく作品って、やっぱり、なんつうのかな、それぞれの繋がりっていうのが大事だと思うんですよね。 どんどんね、繋がっていくんですよね。うん。夢ちゃんに戻るんですけれども、この夢っていう子がですね、結構ね、ドライというかね、そんな感じの子なんですけれども、印象としてはね、だいぶ熱い子なんですよね。結構、ノリノリで操縦したりとか、ノリノリでね、なんちゃらビームって言ったら <laughs>、打ったりするところとか面白かったりねあ、だいぶいいキャラしてんなと思ったりとかね、結構キャラクター面で、 あの魅力的なキャラクター多いんですよね。ていうところでね。だから僕的には、まあ、グリッドマンも好きだったんですけれども、あの、ダイナゼロンの方が好きですかね。まあ、ダイナゼロンの方が、何て言うのかな、スーパーロボットしてるというか、スーパーロボットが好きなんですよ、根底として。ですので、まあ、男の子で、 あの、かっちょい、あの、昔ながらのね、合体、なんとかアタックみたいなね、そんな感じで決め技があったりする、まあ、そういうスーパーロボットが見たい方には、もうこれはね、最近じゃ珍しいぐらいの作品ですので、超おすすめですね、っていうところで、まあ、思考力ゼロでね、見ても後半楽しいっていうところがあったりするので、結構ね、考察しても楽しい、あの、バカになっても楽しいっていうね、あの、お得な作品でございますので、まあ、そういったね、だいぶ好きな作品ですね、ダイナゼロンというところでございます。 えー、続きまして10作品目はこちら。a t 6 a t 6はですねいや、これは面白いというところでね。あの、これはですね、結構、あの、最初ら辺ね、まあ、動画上げたりしていて、まあ、それの感想を見る限り、難しいんじゃないかみたいなね、ちょっと分かりづれよっていうね、感想があったりするんですけれども、やっぱりそう感じるところはあります。まあ、ですけれども、よくよく見てみると、すごく構造はシンプルで、 難しい用語に関しても、見ていりゃ分かるように描かれているんですよね。でも、しっかり見ていないと分かんないよねっていうところで、ちょっと、あのー、好み分かれちゃうかもしれないんですけれども、だいぶ面白いということで、一応紹介しておきます。はい。あの、この作品ね、 あの結構ね、気合い入れてるなっていうのが伺えたりするんですけれども、一応分割2クールの1クール目を描いてるんですよね。で、長い尺で描くことに関して、その一アイチーのね、その盛り上がり的にはちょっと抑えめかもしれません。でも、あの総合してみるとあのも、ものすごい跳ねたりする可能性がありますので、ちょっと一い、 あの、ワンクール目からね、ぜひね、見続けてもらえて、最後まで見続けてもらいたいなと思っている作品なんですけれどもね。うん。物語的にも面白いですね。あの、帝国っていう国があって、それと共和国っていう国。まあ、主人公たちはね、共和国の人々なんですけれども、まあ、その二国間の争いっていうのを描いた作品でございまして、いわゆる戦争ものになっているんですよね。うん。戦争といっても、敵は無人なんですよね。機械が相手。機械と、まあ、人々が戦う物語というところで、ちょっとね、経路は変わってくるんですけれども、 あのー、非常にシンプルですね。はい。敵が攻めてきて、それと戦う人々。でも、その人々っていうのは、実は人として扱われていなくて、共和国の中にも、あの、差別があってっていう、ね、その差別を描いている作品なんですよね。っていうところで、だいぶ攻めているテーマですよね。人種差別なんですよ。テーマとして描かれてくるのは。うん、今の世論的に、そういう差別的なものって、 結構ね、難しいところがあると思うんですけども、割とね、原作通りに描いてくれているかなっていうところで、結構勝負出たなっていうのを感じていたりするので、まあ、この作品に対する、ね、熱意を非常に感じているところでございます、うん。アニメーションに関しましてもね、すごく綺麗ですし、まあ、CG の戦闘もね、だいぶ綺麗ですあの。動きもね、バリバリ動きますし。うん、っていうね、二つの視点がある物語なんですよね。共和国の、いわゆる、階級的に言うと上の人々と、それと、 すごい、底辺の人々。この二つの視点がありまして、まあその視点の違いによる、この相互だったりとか、そのすれ違いっていうのも、また一つのテーマになっていたりするんですけれども、うん、そういうところで、まあ、視点によって、だいぶ、あの、物語の解像度っていうのが変わってくる面白さがあったりとかね、うん。いやー、いいですね。やっぱり、その、やっぱり凝って作られてるなっていうのが伝わってくる要素として、 いちいち口で説明しなかったりとか、専門用語が多かったりしたりするんですけれども、実はその専門用語が多かったりするのも、しっかり見ていれば伝わってくるように作られているんですよね。うん。一つの物語の中で登場した言葉が、なぜ、あのね、この言葉の意味は何々で何々っていうことだよっていうのをいちいち説明しないんですよ。ですけれども、それを見ていれば伝わるよねっていう、わかるよねっていう感じに作られているっていうところがね、うん。よく考えれているなって感じるところでもありましてね。うん。 ま、全体的にね、あのー、まあ、ニックール最後まで見ないとわかんないよねっていう作品ではあるんですけれども、現時点でもだいぶポテンシャルある作品だなと思っていますね。ですので、まあ、長い目で見ていき、たらね、いい作品かなと <laughs> 感じていますね。というところで、a t 6でございます。はい。というところでね、まあ、今回は、迷、まあ、ったらとりあえずこれ見とけばいいんじゃない、2020年春アニメ10作品紹介させていただきました。はい。まあ、個人的にはこれ10作品結構推してる作品ですねっていうところでございます。まあ、これにね、 あの、入らなかった作品、実はね、まあ、あとねな、何作品も結構あるんですけれどもね。まあ、それはですね、まあ、続編だったりとか、だいぶ好み明かれそうだなっていうところがあったりして、うん、ちょっとお勧めしづらいなっていうところがあって、まあ、そういう作品は外しました。例えば、オッドタクシーとかね、うん。オッドタクシーとかめちゃくちゃ面白いと思うんですけれども、ちょっと一発ビジュアルで敬遠してしまう方がだいぶ多そうだったり、えー、感じましたりね。うん、まあ、シナリオ的に見たらだいぶ面白いんですけれどもね。うん。っていう、ま、いろいろあったり、ね、うん、例えば、戦闘員とかね、簡単にギャグ作品 としてギャグってもう好みでしかないので合わない人だねとことが合わないので、まあ、そういうところでなかなかお勧めしづらいとかねいろいろあったりしたんですけれども、まあ、まあ無難にうーんと10作品だけ今期は絶対見るぞって考えている方にお勧めする十作品としてはこれかなと感じましたね、はい、また、あ、あ続編という感じでね、まあ、そんな感じでございましたはいというところでね、まあ、今回はそんな感じでまあ二千二十一年春アニメ えー、とりあえずこれ見るとき安心受作品紹介でございました。それじゃあまた。